さてあー本日は、えー、これの紹介動画でございますプロモーションビデオというかねはい宮口聡の理想と現実は論文過去もあ26年分ということで、えー、今年もねやっていきたいなと思っておりますからまあ大体どんな講座かなっていうのをね あ、説明します。まずね。現実答案から説明しますわ。わ、えー、これはね。あのほら少なく書いて高得点を取るっていうね。コンセプトです。えー、いいですか？最近の論文試験。まあ、担当もそうなんですけどね。長文化傾向にあるんですね。えー、で、特に特日は問題文が長い上、あ設問数や聞かれている論点も多いですよ。 で考える時間を減らしてはね積極ミス大把握ミス生じやすくなります。ねそそうそうここれは良くないことやから青で塗るわな、えーはい、がああの考える時間がなかったとしても余計なことを書かなければあ最低限のねあ合格答案は書けるんですよ。 要はね潔さうんそうです。ねこれ大事潔さです。でその極意を伝授すべくあ端的なね表現を駆使して仕上げた現実を通じて少なく書いて合格点を取るためのコツを掴んでください。いいですかよし。じゃあ今度はね お理想のとは一致見るけんね。あじゃあ理想の理想郷だね。理想教、桃源郷だね。えー、桃源郷うんまあ理想のとは桃源郷かもしれませんがただねなかなか書けませんよ、うん。まあこれはどういうコンセプトか説明しますわね。少なく書いてこ合格点答案を えー、まあ書きたいわけですけどしかしね実は真の理解が必要なんですよ、えー、で真の理解のためにはねなるべくなるべくその素材のまま理解するつまり基本書の表現を崩さずに理解することは大切なんです本当はね。また問題によってはあ現場思考力を駆使しつつそう問題によってはですよその深く論じなければならない場面もあります。ね そこで流れバランスを意識しつつ叱るところで大技を繰り出しそうで深みを出してる理想の問を通じて答案を膨らますテクニックを学び高得点を取るためのコツをつかんでくださいでこれねあの正直言いまして大概もう8割方この現実答案でいけるんですけど理想の答案を書かないと受からない場合があるんですよ。どういういい場合だと思います ええ、こういうことです簡単な問題ほど実は理想の答案が求められますこれ知っておかないと。 それがもうあれですよ去,去年とかああの去年と言っても今年から見た去年っていうのはいつだっけ令和3年だから令和2年商標法とかそれから令和3年商標法ね、うん、はあの理想の答案ぐらい書かないとあ本当に点数つかないと。っていうのはね見れば分かるんですけどなんかね あの聞かれてる論点が少ないんですよ。ああ、だからね。なんかあの現実とはみたいに書くとあっという間に終わっちゃうんでまあ、なので、あのー、結構、えー、精密機械のように書いていかんとあ合格点がつか、えー、ない。あの特にこの商標法、令和3年の商標法はね。特にそういう傾向が強かったです。本当に理想のトーンを書かないと合格点がつかない感じですよ。r3 は。 私はねあの再現答案で合格点つけたやつでも、あのー、落ちてる答案がありましたからね、うん、間違ってなくても落ちるんですよ。うん、でねあこれはねどうしようかなえー、っとオリジナル予想問題あこれいいですよねこれはちょっとどうしようかあオレンジにしようかな、ね、黄色とピンクを使ったから。 オオレンジジを使いましょうか宮口講師オリジナル予想問題、ね、でこれはねあの過去も論文過去問を知り尽くす宮口講師オリジナルそうね知り尽くすっていうのはねどのぐらい知り尽くしてるかというとまあ私の授業をあの出てる人はね普段から分かると思うんですけどもあちなみに「特日」にも「一生一問あだからあ本試験と同じだよ、うん。これを2回やるっていうことや。 なそうそう予想問題だからいいですよねうん来年来年ちゅうことはえー、っと令和令和5年を予想します、うん、わかりますもう今年令和4年は間に合わんからね令和4年はあの「論文山頃」とか「論文最後の悪空きをに出てくださいよあの。私がここで予想を作るのは R5 年のためですよ。R5 のためです、うん R 五年用を予想問題です。えー、あちなみに、ね、そのどのぐらい知り尽くしているのかと。うん、もうあれでしょ私はほらこの論点は特、えー、何年度の特実問題一の説問に出てますとか言うでしょ。俺、見ないで、もう大体、ね、どの説問、何年のどの問題のどの正問のどの証文に、このテーマが出ているというのを把握しちゃってるんでね。えー じゃあ、あのー、うんじゃあちょっと私がねあまだ時間あるからじゃあどのぐらい知ってるかちょっとねどっか書きたいね分かった分かったじゃあね一番上に「戦勝権ね」あ「特実に限るか」じゃ特実」 戦勝権に限ってあのちょっと何年に出たか俺知ってるんで戦勝権ねうん、うん、よろしいですかあーまずえー、RR1 の問題にねそれからえっと平成26問題に に出てますね。平成二十年にも出てますね。平成二十年は問題一の方で出てますね。あ,あ、平成二十五年も出てますあ。俺見てないからね。平成二十五年にも出てます。それから平成十三の二番でも出てますね。あのこれ特許です。あのこの頃はね、特と実が分かれてたんで、まあ特手やというね。 こんな感じかなうんおそらく令和2年は確か出てないですよ、うん、で令和3年も出てないと思いますねうんでえー、っと次にあ,あの遺症法ねこれ特実ですよこれ特実ですねで遺症法も一応認めますか 平成十九、えー、年ですね。うん、えー、っとまあ衣装法ってかいどうか、うん、それから平成27年ですね。うん、で平成23年も出てると思います。 平成22年も出てますね。それより前はちょっとしばらく出てなくて。ああ、平成14年ですかね。だいぶ飛んでますけどね。ああで商標法も一応ですね。先週保が出た年ね。いいですか？あのまず去年出てますね。r3 で r3 の2の方で。 うん、それから R あれはあいや平成の26年の問題一の括弧2かなんかで出てますね。そして434321あ一1違うな20違う。 19違う 18, 18どうやったかなあれうん多分18出てますね平成18それから1 7十七違うなあれは17は確か違うと思うで16あっ16ですね平成16出てますえー あ私本当見てないよ先生何か見て見,見ないでほら何も素材ないんだから151414まで選勝権あったんじゃないかなちょっと待ってね、えー、思い出すから16はねまいたけ餃子の問題だから選勝権出てますねえー うん、平成14年も「戦勝権」は確かあったと思いますよ。うん平成14年ね若干自信ないですけど <laughs> まあこんな感じほら見ないでね戦勝権一つとっても出た年がもう大体こんな感じやん。ねだから何年に何年が出たっちゅうのはもうほとんど把握してるんですよ。はい でえー、と次に、えーあのー、ステータス、あこれはね、あのーまあ、私が今、板書で書いてますから、それで用意しましょうか、これちょっと見てください。ね、まずね、理想の答案あ、現実の答案ですが、全部ついてます、過去26年分、ほら。 ね、あ平成9年から以降全部ついてます。ね、で令和4年はねまだあの俺が今このビデオを撮ってる時点で令和4年の論文しか終わってないからあのちょっと後ろの方でやりますからねだから何て言ったらいいんだろうこの理想の答案とあの講義ありっていうところがねい連動するんですけどほらだから平成、えー、20年。 平成20年からあ以降といえばいいですかうんこれ講義がついてますからねでそれより以前はあのー、まあ現実案だけなんですけどただあまあ見れば分かるんですけどね、えー、と平成18年かな平成18年ってね意象法が結構難しいんですよ。 だからそういう時は、まあ、現実答案プラスなんか別解みたいな感じで用意しておきますんで、まあ、見ればわかりますだ、えー、と、まあ、現実答案だから、まあ、あの結構あっさりしちゃってるんだけど、えー、あっさりしてて逆にちょっとわかりにくいだろうなと思われるところは別途こう米印とかつけて詳しく解説したりしてますからね、えー、まあ心配いらないですよ。はい まあそんな感じです。まあステータスのはそういうことですよ。はい。で、えー、今言ったようにああの20年からあ平成令和3年か平成20から令和3年ね講義がついてます。これだけで15年分ぐらいついてると思うんですよ。ああそうそう R4。 まで入れて第15回15回の講義文そしてオリジナル問題ね、えー、2回分ついてますからこれいいですよねこれ本当ね今年初めてなんですよ、ね、今まで過去問ばっかりしかやらなかったよねこうオリジナル問題の回が2回ついてるっていうのはね素晴らしいです、えー、9から19はこれはー現実とはんだけですね 19年よりも昔はね現実とはだけですさっきも言ったように別解がついてるやつもありますね平成18年遺症のようにね、うん、一応書いておこうか俺も忘れんようにねあのねここに書いておくか「遺症法については別解ありと」とこれ平成18年だよこれちょっとね難しいんだよマジで。 ああよしじゃあそんな感じかねでお値段こんな感じでえー、まあお値段大事ですからね9万円まあ9万円皆さんまあ安いと思わないと思いますよまあ高いか普通かと思うんですけど私に言わせるとねこれ安いと思いますなぜかというとあのー、これねえっ、ー、とどっかに書いてないか ああこれこれ皆さんこれほら17回で 2, 2時間ですよ1コマあコマ2時間で17回ですよねしたら 17×2 で34ということになるんだけどまあ私がね実際どのぐらい講義時間をやってるかちょっとメモしてるんで、はい、例えば平成30年の解説2時間51分ですああ高画質ですしかも。 <laughs> 高画質とか書いてるよ。それからあのあこのこれね令和元年です。令和元年。なんと2時間でいいところを私はなんと2時間46分費やします。高画質でしかも突起事故。ねどうですかいうどんですかいそばですかいねほらだからよあのー、これねまあだからしてこれ1コマ3時間にするとよ。 ざっ講義その何ていうの受講料が2分の3ってことは13万5,000になっちゃうんだよそれを9万円に抑えてんだよな2時間にすることやってだから私があの損してるだけですねえ51分もサービスでおおお教えてるようなもんなんですよ。わただかお得なんですよこれねえ大体、えー、分かったねそしてもうこれですから。 ここまで気合いの入った論文・学問対策講座あるだろうかとねまあないから言ってるんですよねえー、っとこれがもう理由付けですこの講座のすごいもうないですよあったら教えてください私にねあのそしたらそれを上回るだけですから次の年ねまあだから今んところないと思いますからねここまで気合いの入ったしかもあの精度の高い答案を提供してるのは 本当にこの講座ですよあの業界的に制度の高さ答案のねちゃんと法改正に対応するし、えーまあ、例えばど,んどういう感じで対応するかというとあのそうだねえっ、ー、と平成27年の特日で出願審査請求の追加と外国語署名素願の翻訳文の追加が聞かれてる説問があるんですよ。 でえー、商標法でも同じ平成27年、あのー、商標権の、あのー、回復、まあ、存続期間が10年で10年経ったらほら更新せないあかんけど更新をしなかったらね一回死ぬわねでもそれがその正当流によってできなかった場合にはあ商標法21条1項の更新をすればね一回死んだ商標権が復活するわね回復するやろ。あで その外国書面の翻訳文とか審査請求もそうだけど全部正当理由が要件なんですよ正当理由があることがしかし令和元年令和3年改正2年バージョンこれがですね令和5年の便利試験に効いてきますああ影響がありますこれがね皆さん知っての通りどうなるんですか正当理由があることがはいこいでないことになるんですよ、うん もう全部対応してますからご安心くださいええ今のところ私が把握している法改正はあ対応してますねただ万が一ですよ私が現時点で把握している法改正以外のものがなんか突如として現れたりすることも可能性としてはゼロじゃありませんまあそれはそれであの皆さん幸いなことにこれ通信講座なんで通信専用ゴールドウェブ講座なんで あのなんか修正増減とかあればですねあのウェブで開示しますからね、うん、あのご安心くださいなんかごあ誤職とかあったりしたらね、うん、あ,あとまあ講義で言うかもしれんしね版、うん、書のなんかを配って対応したりします。ということであこのね最新の改正まあもちろん審査基準改定とかもあるかもしれませんが。 対応しますからね。えー、その点はあご安心ください。はい。そして、えー、っとあこれあのー、そうね、これ重要だわ。初学者の人、まずはね私のも講義からあ始めてください。まあ、いきなりね。であのー、後でじっくり考えながらあまた時を置いて一ヶ月後とか二ヶ月後に問いてみる。 まずは私の講義を聞いてください。初学者の方、入門講座の方ね、一発合格狙いの方、それから中上級の方ね、これはもうまず自分で三十分ぐらいね、時間測って答案構成してください。うん。その後私の講義を聞くね。そしてあと同じように、まああとは上と同じなんだよ。一ヶ月とか二ヶ月後にあの見ないで書いてみると、答案をね。うん。まあ遮教するなり。 あの答案用紙は何らかの形で入手してて実際に書いてみるんですよそうするとねあのー、まあ活字体のこのレジュメというものが手書きで書いた場合にあこんな感じになるんだっていうねまあ実感ができます。それが大事なこと。そうすると、あのー、これはね人それぞれだから何とも言えないんだけど文字が小さい人はまあ まあ何ていうか少なくはあるけど、文字がでかい人は当然あの量的にもね、えー、まあ多くなると思うんですよ。まあ実質同じであってもね文字の大きい小さいそれによってちょっとあのわこれちょっと答案足りないなと答案用紙あ収まらないなと思ったらちょっと字を小さくしてみるとかね。あ、うん、あのそういうふうな工夫をあのやっていく段階にまで持って行ってほしいなと。 思います、ね、とにかく初学者の人は俺の講義を聞きながらペースメーカーとして活用しなさい。中上級の人は自分で考えるあ力をつけてほしいんでねまずは自分で考えてみてください。その後私の後私講義を聞くっていうスタイルでいあとはまあ私のほらその他いろんな講座あるからねまあ,とあなゼミとかねそういうところで。 あの同じ問題を出したりしますからまああの答案出して私の採点という機会も場合によっては得られるとそういう形を取ることによってね「エルゼミスペシャル」とか「そのサルベージーゼミ」とかね論文系のゼミやってますからああそういうところであのアウトトプットの訓練もできるということですこれはちょっとね残念ながらそのその出せば添削するぞっていうところまではついてないんだけど。 ととにかく、まあ、写経をするってことは大事です、ね、であのイメージ的にですねあの今日私平成30年のあれ収録したんだけどこんな感じでねカラフルになっていきますからあほらねえー、で時系列もほらこれ見やすいでしょほら見てくださいどうよ。ねここはこの時系列のここのこと言ってますよ、ね、この青いところはここ言ってますよとかね。 分、うん、かりやすいでしょちょっと俺邪魔だから一回消えるけどこのオレンジのところはこの時系列の表でいうところのこの辺のことを言ってますよとほらね要するにこの蛍光ペンを駆使することによってねこうまさに一覧性確保の観点これがですねあの実現されているとねこ黒煙の黄色の話はこれですよとかねあそういうことよで答案もね あの現実の答案はこの辺で終わっちょるやんほらこの辺でねところが理想の答案はよ左上から始まって右下で終わっちょるやろ投げやろで先生理想の答案んかあんまり塗ってませんねそうそうですこれ基本的には現実答案に力を入れてますで理想の答案はね例えば現実答案には書いてないけどちょっとこの辺あの場合によっては書いた方がいいかもしれんねみたいなところだけを扱ってるんで逆にメリハリが出ますね 語呂合わせなんかも炸裂してます。ほら、三十三条三項といえば、皆さん。資本義いかんた、持ち価値が、ね。資本義いかんた、持ち価値が、ね。まあ、変な語呂合わせなんだけどね、それが炸裂してます。ええー。当日の問題にもね。あ、同じような感じで、赤ペンと青ペンでして、肯定的なところ、否定的なところで、メリハリを出しますよ。で、現実とは、ほら、あっさりしてるやろ。 あっっさり醤油ラーメンって感じだろところが理想のとはねこってりなんだろう油ギトギトスープみたいな感じでねこってりしとるやんでもほら出典がしっかりしてるんだよこうやって青本とか改正資料とはね出典もちゃんと明らかにしちょるけなあ良先生の本から来てるものとはね特許外説ほらであーこれも吉純先生そんな感じですよどうですかいねえ 衣装なんかもほら椅子の絵下手くそながら椅子の絵描いてみたりねああの机の絵とか頑張って描いてますよ。ねなんかあれに似てませんあのシンガポールのなんかホテルなんかありますよね一番上にプールが乗っかってるあのシンガポールのホテルみたいな感じですねこれ。<笑><笑>えー、まあそんな感じですね。 えー、はいということでまあ7色の蛍光ペンぐらいは要所いてね、うん、えっ、ー、とねピンクと赤とオレンジと黄色と緑と青と紫があればあなんとかなるよあとはね黒,黒ペン赤ペン青ペン緑丸といいねまあ最近俺緑ペンも使ったりするんだよ。ねずるいんだけど。緑蛍光ペンと あの緑ペンもあった方がいい。ね。ペンパイナップル緑ペン、うん。いや、あれは。ペンパイナップル、アップルペンでしたね。はい。よーし。どんげですかね。大体わかった、理想の。あ、り、理想と現実答案の。イメージ大体わかった。うん。まあ、とにかく、あの。この弁理士業界で。質量ともに一番気合の入った。 論文去問対策講座であることは間違いおまへんでええー、それで最後にですね実績をお見せします実績皆さんの興味のある実績すごいですからこれ嘘なしでほら R1 から R3 のねあー宮口クラスあの通学ですよ通学ちょっと通信の人ほらあの俺があの面と面と向かってちょっと聞けないからね通学をほらあの俺のところに来てるからもう 確実にに証拠になりますから、はい、なんと「論文山黒講座」っていう別の講座の方がまあすごいんだけど、ね、14分の14なんだけど一応理想のと現実もあーほら見てください14分の12というね実績を出してます。これベスト3やからねもう 10, 10とか20とかある中でベスト3に入ってますから。そうでしょえー、そういうコツですわ。 ああ、草原コツですから皆さんねえあの一つ理想と現実であ,あの来年合格をね来年中のは令和5年ですよ、うん、それを目指して一緒に厳しくも楽しくやっていきましょうやおーい それではあ30分になりました私の持ち分も持ち時間終わりです。えー、それでは、はいえー、っと一緒にこの,このねチラシと一緒に類似、えーっとこうん、こうかこんな感じ。こ果ねよし、このスタイルで終わるからね。それでは、えー、宮城聡の理想と幻想は論文、過去問26年分を終わりますあの。プロモーションビデオね。 <laughs> ちょっと難しいね。こうか。はい。どうも、お疲れ様でした。